ボンコメニュース、どんどんコメントしてね。今回はご覧の内容についてお伝えいたします。JR 東海は11月11日、期末手当、いわゆる冬ボーナスの支給額について、各労働組合に対し、2.2 ヶ月分支給と回答したと、公式ホームページ上に公開しました。昨年は 3.0 ヶ月分支給だったので、0.8 ヶ月分少ないですが、それでも前年比7割程度の支給額ということになります。第2四半期決算によれば、4月から9月までの売上は、前年比 35% 程度であり、それを考えても、決して少なくない支給額だと、言えます。JR 東日本は、11月10日、新幹線での、自動列車運転の走行試験を、行うと、発表しました。自動運転の試験が行われるのは、上越新幹線の、新潟駅と、車両センター間の、約5キロの区間です。E7 系車両を使った、回送列車で実施され、ローカル 5G 回線などの活用試験が、行われます。将来的には、新幹線での自動運転、ドライバレス運転へと発展させていく、計画のようです。2023年春の、開業予定の、北陸新幹線、金沢、敦賀間について、国土交通省は、1年半以上、開業を延期する方向で、調整していることが、明らかになりました。石川県と、福井県との県境にある、加賀トンネルでは、路盤のひび割れが確認されているほか、敦賀駅などの工事が遅れ、入札不調も起きており、国交省は、開業が間に合わないと判断したようです。ご視聴ありがとうございました。また見てね。チャンネル登録してくれると、嬉しいな。ところで、今日はきりたんぽの日ですよ。あったかいお鍋はいかがですか？ Thank you for watching! See you again! Bye bye!